では関東地方で予想されていますこの後の雨についてお伝えします。まずこちらなんですけれども、こちらはウェザーニュースの会員の方からいただいております雲の写真、これを解析したものになります。現在この危険な雲というふうに見られる黒い雲がですね、関東南部の広い範囲に広がっていまして、このようにかなり夕立あるいはゲリラ雷雨ですね、そういったものをもたらす可能性が高まっています。で現在の雨雲を見ていただきますと、特にですね、現在強い雲として入ってきているのが茨城県そして千葉県の北部といった形になります。でまたこのライン、北東から南西方向に伸びている雨雲なんですけれども、このように動いている形になりまして、東京の都心でも強い雨が降り始めているというふうに見られます。でさらに千葉の南部ですとか神奈川県にもこの後拡大していくというふうに見られます。でこの後の雷雨の発生確率をご覧いただきますと、こちら18時の図なんですが、ちょうど千葉県から東京都そして山梨県にかけてのラインでこのように確率が高くなっています。で強い雨の降っている時間というのはだいたい30分程度なんですけれども、その間に非常に激しく降るというふうに見られます。ちょうど帰宅の時間帯に重なりますので、車の運転など要注意となります。以上この後の関東の雷雨についてお伝えしました。